から気をつけてくださいね。お、ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて、しらばっくれんじゃねえ。待てって、違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺たちの生命線だろ。おい、落ち着けって。ああ、元はといえばてめえのせいだろうが。危ない。おい、大丈夫か。邪魔しやがって。今度こそ行くぞ。おい、お、すみませんでした。お、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
なあ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いいや。マジか。いえ。大丈夫か、クロイ。クロイさん、大丈夫ですか？ごめんなさい、ごめんなさい。
私のせいで皆さんを危険な目に遭わせてしまって、本当はもうあの人への愛なんてなかったのに、暴力が怖くてその事実から目を背けて、でも一生懸命変わろうとしてる黒井さんを見て私も変わらなきゃって思ったんです。なのにこんな迷惑かけちゃって。白川さんのせいなんかじゃないよ。それより君の方こそ大丈夫？私は大丈夫です、慣れてますから。ごめん、もっと早くに気づいてあげられなくて、今回改めて分かりました。僕まだまだ一人じゃ何もできないんだなって。だからこそ白川さんに聞いてほしいことがあるんです。私に？僕はまだ中途半端な男で、君を守れるような立派な男じゃありません。だから僕変わります。ダメなやつだって諦めてばかりの人生だったけど、もう自分を諦めない。絶対に変わってみせます。ちゃんと仕事について一人前の男になって、君にふさわしい男になって、必ず幸せにしてみせます。だからそのそれまでの間、僕を待っていてもらえませんか？ごめん、虫が良すぎるよね。僕なんかと違って君には未来があるのに。その未来には黒井さんと一緒にいる、なんだかそんな気がします。え？私待ちます。だからその時が来たらまた映画誘ってくださいね。はい、絶対に誘います。絶対に。あいつらの未来明るくなりそうだな。頑張れよ。